ジェダイ騎士クワイガン人と敵対するシス教、ダンスモールの人形、ジェダイのエンブレムジェダイ騎士団の本拠地がある惑星、コルサントエピソードにより、ジェダイ騎士、ルミナーラ・アンドゥリーのローブジェダイは、アメリカ映画、スター・ウォーズシリーズで使われる用語である。銀河を司るエネルギー、フォースと工人を形成する剣、ライトセーバーを用いて戦う、銀河系の自由と正義の守護者を指す。 スターウォーズエピソード4新たなる希望オリジナル版公開当時の日本語字幕では今日は騎士と訳されていたが現在では使われない2012年のウォルトディズニーカンパニーによるスターウォーズシリーズの制作会社ルーカスフィルムの買収に伴いそれ以前に展開していたスピンオフ作品はレジェンズとして分別されることになったこの記事には 実写映画シリーズをはじめとするカノンにおける設定以外にもスピンオフ作品のレジェンドの内容も含まれる。ジェダイは作中、ジェダイの騎士、ジェダイナイトと呼ばれる。ジェダイの騎士のうち一部は、ジェダイマスターと呼ばれるが、一般人はしばしば、どのジェダイに対しても、ジェダイマスターやマスタージェダイと敬意を込めて呼ぶ子ある。また、 旧共和国時代のジェダイにおいては、エピソード2の帯ケノービや、エピソード3のアナキン・スカイウォーカーのように、ナイト階級であっても便宜的に、ジェダイ内部のものからも、マスターと称される場合があるようである。また、ジェダイ騎士団もしくは、ジェダイ騎士団における、掟き手を、ジェダイオーダーと呼び、掟き手だけを意味する場合は、ジェダイコードという。ジェダイになるためには、 フォースを操るための資質と修行が必要で、誰でもなれるというわけではない。エピソード1では、生物の細胞中に含まれる、強制生物ミディーコールクロリアンの値が、フォースの強さに影響を持つことが示唆されている。また、自身の精神的な修行も、非常に重要である。フォースの能力を引き出す訓練はもちろん、自精神を養うための心身の鍛錬。 広い知識と洞察力を磨くことが求められる。一般に、フォースのライトサイドに使えるものをジェダイと呼び、ダークサイドに見入られたものを、ダークジェダイと呼ぶ。ダークジェダイの中でも、シスと呼ばれる者たちは、ダークサイドによる銀河の支配という明確な理念を持っており、ジェダイとことあるごとに対立を続けてきた。ジェダイの名称は、ルーカス監督が日本語の、 時代劇を由来に名付けたという説が一般的である。一方、スターローグ、日本語版1983年7月号の帝国通信にはアメリカ独立記念日の7月4日から来ているとの説が掲載されている。かつてのジェダイはフォースを研究する哲学者集団であった。世代を経るにつれて彼らは銀河共和国の守護者として 戦うようになっていった。5000年以上昔にライトサイドとダークサイドの大衝突があり、破れたダークジェダイがシス帝国を作ったと言われている。このシス帝国から始まるシスオーダーは、その後もジェダイオーダーとの衝突を繰り返した。ヤビンの戦いより5000年前のハイパースペース対戦、4000年前のシス対戦など、 ジェダイとシスの衝突がいくつか記録されている。しかし、ヤビンの戦いの約1000年前に起こったルーサンの戦いで、ジェダイは多大な犠牲を払いながらも重だったシスを倒すことに成功。以後、エピソード1でダースモールとクワイガン人が接触するまで、シスは完全に滅び去ったという誤った認識をジェダイは持つこととなる。当初は惑星、オッサスを 本拠地にしていたが、シス対戦の戦火で壊滅状態になったため、以後はコルサントを活動拠点とした。旧共和国時代のジェダイオーダーでは、次のような階級がある。パダワンからナイトへ、ナイトからマスターへの昇格は、12人のジェダイからなる、ジェダイ評議会での競技により決定される。評議会メンバーは、生涯を捧げた A 級メンバー5人。 自分の意志で退任するまでを任期とする長期メンバー4人、一定の任期を持つ期間限定メンバー3人で構成されている。メンバーは基本的にジェダイマスターから選ばれるが、ナイトの就任を妨げる掟きはないようである。ジェダイとなるためには、フォースが強いことはもちろん、生後6ヶ月以内であることが条件となる。 これは、成人に近づけば近づくほど、怒りや憎しみを覚え、ダークサイドに落ちる、危険性が高くなるためである。そのため、フォースの素質があると判断された子供は、オーダーにとって、貴重な人材であり、半ば強引に、コルサントのジェダイ聖堂へ連れてこられる場合もある。ただし、すぐにパダワンとなるわけではなく、ジェダイ候補生として、十分に成長するまでは、 ジェダイ制度で教育と基礎的な修行を受ける。その過程を経て、評議会により主となるナイト以上の者の指導を受けることを認められるか、あるいはマスターに弟子として選ばれることで、見習いとして修行を積むことを許される。その点では、9歳でパダワンとなったアナキンは異例である。また、旧、ジェダイの掟として恋愛を禁じている。 これも、前期と同様の理由によるものである。この起手を破った者は、ジェダイオーダーを追放するとされ、パドメアミダラと結婚した、アナキンも、この処分を逃れるために結婚を隠していた。しかし、この起手は前期の者よりもやや甘い部分がある。パダワン時代に恋仲になったジェダイマスターもおり、オビワン家のオビも、その一人である。また、キーコールアディムンディは、 故郷での男性の出生率が低いことにより、例外的に結婚を認められていた。旧ジェダイのもう一つの掟として、戦いにおいては、正々堂々とした戦いを行い、丸腰なものや、無抵抗なものを殺すような行為を禁じている。エピソード2で、サンドピープルを虐殺し、エピソード3で、戦闘能力を失った、ドゥーク白伯爵を殺した。 アナキン・スカイウォーカーは事後に悔やむ言動を見せた。また、アナキンの息子ルーク・スカイウォーカーは、エピソード6で、ジャバザ・ハットやその一味に対し、彼らから、ハンソロともども処刑されようとした際に堂々とした態度で、我々を解放しろ。さもなくばしばと警告を発している。なお、 相手が丸腰であっても死に至らない程度の攻撃を行うのは禁止されていないようで、エピソード2で、アナキンや、パドメともどもジオノーシアン流のやり方で、公開処刑されそうになったオビワンはそれに抗戦する、中で、処刑場にいたジオノーシアンの騎兵から攻撃を仕掛けられるも槍を奪い取って反撃し、その槍の柄で落馬した騎兵を叩いて混沌させている。 戒律を破った者に対し、オーダーは追放という、重い処罰を下すが、それ以上の厳罰や迫害は行わない。また、ドゥークー伯爵やソうカタののように自らの意志で、オーダーを去ることも可能であり、去る者に対する咎めなども特にない。このうちクローン対戦開始時点までに自ら去った、ジェダイマスターは確認される数は20人ほどであり、 失われし20人と呼ばれている。ドゥークルがオーダーを離れた時、彼ら20人を忍んで、ジェダイ聖堂のアーカイブに、ブロンジウム聖の彼らの像が飾られた。対立組織であるシスが衰退し他に敵対する、強大な組織も存在しないため、この時代のジェダイは、フォースの能力を駆使し、銀河各地で、紛争の朝廷等を行う交渉者としての役割を帯びていた。 古代共和国時代から銀河共和国の首都であるコルサントが本拠地だったため元老院とのつながりが密になっていたことも大きく関係している。事実、エピソード1では当時の最高議長の要請で二人のジェダイがナブルで起こった紛争解決のために派遣されている。この頃に銀河の各地で活動するジェダイの数はおよそ1万人ほどであったが、 クローン大戦が勃発するまで銀河では大規模な戦争が起こらなかったためシスに対する戦闘訓練は停止され末期には集団戦に対応できるジェダイが少なくなりジオノーシスの戦いの初戦では多くのジェダイが死亡することになるクローン大戦に突入すると多くのジェダイたちが将軍として各地の紛争地へ派遣されたジェダイを 自分の星に戦いを持ち込む者として批判する者も,も少なくなく、戦争終盤には正義を振りかざし人を殺めるジェダイを分離主義者と変わらないと悪印象を持つ者も,も増えていた。また、ジェダイの中にも、ジェダイ表議会に不信感を持つ者が増え、対戦中にジェダイ聖堂を去った者やダークサイドに転向し共和国やジェダイ騎士団に反抗したり敵である。 独立政権連合に内通した者もいる。戦争が終わり、ソウィンドによる最高議長パルパティーン暗殺未遂の一件が明るみにされると、人々のジェダイへの不満は最高潮に達したのだった。元老院議員のほぼ全員がパルパティーンの言葉を鵜呑みにし、ジェダイ抹殺に大喝采が送られるほどに、クローン大戦後のジェダイの信用は失墜していたので、ある。 後年、ルーク・スカイ・ウォーカーはこの時代のジェダイについて、滅亡によって美化され深刻化されているが、本質は、偽善と傲慢であると評しており、ダース氏ディアスによる、オーダー壊滅や、ダース・ベーダーの誕生の永遠は、彼の死であるオビワンや、当時のジェダイ・オーダーにあると批判している。滅んだと思われていた、シスの警符を引く、暗黒京パルパティーンは、正体を巧みに隠して、 元老院議員に当選、元老院最高議長を経て皇帝に即位すると、すぐに共和国を解体し、これを銀河帝国とした。またパルパティーンは、ジェダイに共和国転覆を企てた犯罪者という汚名を着せ、各地の共和国軍に、ジェダイを殺害する大粛清、オーダー66を発令し、多くのジェダイを殺害した。また、 旧共和国時代にジェダイナイトとして活躍したアナキン・スカイウォーカーはパルパティーンの儲けた誘惑に乗ってしまいダークサイドに落ちてダース・ベーダーとなり率先してジェダイ狩りを行うに至ったこれら帝国のジェダイ狩りのためヨーダやオビワン家の帯など若干のものを除き多くのジェダイが滅んだ生き残りのジェダイの中には反乱者たちの大臣門館のようにダークサイドに 転校した者もいた。オビワンやヨーダに訓等を受けた、ルーク・スカイ・ウォーカーが、一人前のジェダイとして成長し、またヨーダ、オビワン、改心したアナキンが、相次いで死去すると、ジェダイの正当な生き残りは、ルークただ一人となった。エンドアの戦いの数ヶ月後に反乱同盟軍が、新京和国の建国を宣言し、およそ一年後の弱の戦いでの勝利により、 帝国残党に大幅な軍縮と莫大な賠償金を課す銀河協定を締結することに成功すると、ルーク・スカイウォーカーはジェダイを信奉する組織、フォースの教会のメンバーである、ローサンテッカに協力を依頼し、ジェダイオーダーの再建に着手。フォース感知能力を持つ若者を集めて新たなジェダイとすべく訓練を開始した。その頃、ルークの妹、レイア・オーガナは、 ハンソロとの間に生まれた息子ベンがダークサイドに傾倒し始めている兆候を見て取り、ベンをライトサイドへと導くため彼をルークに託した。一方、帝国残党内部では銀河協定に反発する新勢力、ファーストオーダーが台頭。その最高指導者を称するダークサイドのフォースの使い手、スモークがベンを自らの弟子とすべく誘惑した。 ベンのダークサイドへの系統は、ルークの予想をはるかに超え、再びのオーダー破滅を恐れたルークは、ベンの殺害にまで思い至る。しかしベンに気づかれ、彼は完全にダークサイドに転向して、スノークの弟子となり自らを、カイロレンと名乗った。レンは、レンキ師団を引きルークの下で訓練を受けていた、他の弟子たちをすべて抹殺した。 このことに責任を感じたルークは失踪。ファーストオーダーは、最後のジェダイであるルークを抹殺すべく彼の創作を、はじめ、レイアが、ファーストオーダーを牽制すべく創設した施設の軍事、組織、レジスタンスもルークに助力を求めるため、同様に彼の居場所を示す手がかりを探索することとなる。その後、ルークは、自身を訪ねてきたレイにわずかながら、 ジェダイとしての訓練を施した後、死去。かつてルークの弟子であった、連騎士団は、ライトサイドに帰還したベンにより全滅させられ、その後一時的にルークにジェダイとして支持していたレイア、ベンの相次ぐ死により、ジェダイの正当な生き残りは、レイ一人となった。上記の生死とは、パラレルワールドとなる、非生死を描いた、スピンオフ作品でも、 詳細な経緯は異なるものの、ルーク・スカイ・ウォーカーによって、ニュージェダイ・オーダーが再建されている。ジェダイ・オーダー復興までの歩みただ一人のジェダイとして、残された、ルーク・スカイ・ウォーカーであったが、自身の妹、レイア・アオガナや、シーコールルーの奴隷であったデブ・シブワラ、皇帝の手と呼ばれたマラ・ジェイド、反乱同盟軍のパイロットであったカイル・カターニア、コラン・ホーン、 惑星ダソミアの魔女テネニエル城など、全宇宙において、フォースを持つ者に多くであった。そこでルークは、自身が、ジェダイマスターとなって、ジェダイオーダーの復興を決意し、反乱同盟軍の基地として使われた、ヤビン第四衛星にジェダイアカデミーを設立する。アカデミーで学ぶ生徒が、ダークサイドに落ちることもたびたびあり、ルークは試行錯誤を繰り返すこととなる。復活した、 古代のシスの暗黒鏡、エグザキューンにそそのかされて、ダークサイドに落ちたキップデュロンは、カリダの惨劇と呼ばれる、大事件を引き起こしたが、ダークサイドを退けて、再びルークの元で修行を続けた。新ジェダイオーダールークが長となって復興した、新ジェダイオーダーは、何万人ものジェダイが含まれていた、旧共和国時代のジェダイオーダーとは、多くの面で異なっている。シスが、 過去の内紛を教訓に競技を柔軟に変化させることで細々としぶとく生き残ってきた一方、ジェダイは社会情勢の変化に対応せず古い伝統を誇示してきた。このことが旧オーダー崩壊につながったと判断したヨーダにより、ルークに対しては最低限必要なことのみを教え、試行錯誤しながら新しい時代に即したオーダーを作らせようとしたためである。 未だ発展途上であり、100人程度のジェダイしかいないこともあり、旧オーダーほど厳格でもない。旧オーダーと新オーダーを比較すると、次のようになる。惑星コルサントに存在する、ひときわ大きな建物全体を指す。名称こそ、聖堂とされているが、ここにはジェダイに関する様々な施設があり、聖堂というよりは、ジェダイ騎士団の本拠地である。 かつては他にも複数の惑星に同様の施設が存在していたとされているが、旧共和国時代末期にはコルサントの聖堂以外は機能していない状態となっていた。クローン大戦の終盤、ダンスベーダーによる襲撃を受け、聖堂にいたシンドローリグやセラケトラをはじめとする多くのジェダイが殺された。その後、ベイダーの後続部隊として到着したクローン軍により、 聖堂はことごとく破壊されるが、皇帝パルパッティーンは、帝国に背いたものの末路を表す見せしめとして、このジェダイ聖堂の残骸を長らく放置していた。クローン戦争終結5年後を描いた、聖史小説、ターキンでは、インペリアルパレスとして皇帝の住居に改修されている。その名の通り帝国政府の重要拠点の一つとしても位置づけられており、 ジェダイ聖堂であった頃とは異なり政府職員や一般市民も数多く出入りするようになったことが語られている。エピソード6の DVD 版で追加されたシーンではこの時点までは少なくとも外観だけは残されていたことが確認できる。非正史では戦争終結後廃墟となったジェダイ聖堂はクローン軍によって管理されていた。しかし、ベーダーの弟子であるスターキラーは 密かに聖堂の奥の間で、ジェダイの試練を受けて修行していたこともあり、施設のすべての機能が停止したわけではなかった。ありがとうございます。